はい、それでは今回もやっていきましょう。丁寧に学ぶ C シャープ入門第5回になります。今回配列に関する内容を、少しだけ、補足したいと思います。で、今回の、この動画から入った人は、まずは再生リスト、C シャープ入門というものがありますので、こちらの、チャンネルから、再生リストアクセスいただいて、 C シャープ入門の方からまず見ていただくと、徐々に、難しくなっていきますので、分かりやすいかなと思います。なので、初めて C シャープを学ぶ人はこちらから見てください。それでは内容に移っていきましょう。配列プラスアルファということで、今回も配列に関する内容ですね。で、いつも配列を宣言した時っていうのは、このコードの中でも、このここですね、この3行目の部分ですかね。で、いつも宣言してたと思います。これ、構造としてどうなってるかというと、イントで、型、この配列のイント型の型を作りますというところで、アレイ2というの名前の配列を作る。で、new でインスタンスを作成して、イント3という、イント型で3個、要素の入った、配列を作るということを、いつもしてました。で、これってちょっと、普通の値の型の出し方とちょっと違うんですね。普通の値とちょっと違っているというところで、仕組み上のお話をすると、値の型の変数っていうのが、スタックメモリーというようなものが使われるんですね。これスタックメモリー何かっていうと、このスタックっていうのを、積み上がるっていうイメージで、どんどんメモリが積み上がっていく、山に積み上がっていくようなイメージですね。なので、自動でこう山に積み上げて、その後、すぐ取り去るみたいなことが行われていると。なので、自動で生成消去がされるっていうのはスタックメモリーです。イメージしやすい方はこっちですね。で、参照型の変数っていうのはヒープメモリーというものを使われるんですね。これ何かっていうと、自分で管理しなきゃいけないもので、ヒープメモリってメモリを自分で割り当てる、要はメモリ、この部分の空間のメモリっていうのは自分が使いますよというところで、事前に予約をしておいて、そこを、ある程度使った後に自分で消去しなきゃいけないっていうのが、ヒープメモリになります。で、参照型の変数と言われる、配列ですね。配列っていうのは、こっちのヒープメモリを使うので、ちょっと、普通の値の方と違う、宣言されてますので、内部の理解という意味で、今回の話に、聞いていただければと思います。なので、完全に理解する必要はなくて、こんな感じでちょっと違うんだなというふうな感覚を持っていただけると、今後、勉強しやすくなるかなと思います。で、さっき言ったように、いつも、やっている宣言と生成を同時にやっているものを分解することもできます。こんな感じで、イントの配列としてアレイというものを作りますよと。これがいわゆる宣言ですね。普通の変数とかと同様に、こんな型に対してこんな名前の変数として宣言できますよと。で、これの場合何をやってるかというと、ただ、アレイっていうもので、配列、大きさもわかりませんよね。で、インスタンス生成という時に、new も入れてないので、このアレイっていうのは、宣言はしてるんですけど、何も生成してない状態なんですね。なので、いわゆるメモリ、ヒープメモリのメモリ割り当てを行っていない状態になります。このことを null 参照というふうな言われていて、null っていうのは、何ですかね、何もないような状態のことを言います。例えば文字列とかだと、文字列 hello world っていう出力するときに hello world の文字列とすると、 hello world の d の後が、null 文字というものになっています。というのも、文字が入ってないっていうことで、null 文字が入れられる、というような、認識で大丈夫かなと思います。ドイツ語で0という意味があるので、若干ややこしいですけど、null 文字、というのが、何も存在しないというものになります。で、アレイで、new int 3ということで、すでに存在している、すでに作った変数に対して、インスタンス生成で、3イント型で、3つ要素のあるものを作りますよというのが、これがインスタンス生成というものになります。なので、このインスタンス生成、要は new が結構ポイントですね。new、メソ、クラスの生成の時にお話ししましたけど、例えばランダムクラスの話しましたね。クラスライブラリー、C シャープ入門のライブラリーの部分のお話ですけど、new というものを使うことによって、クラスからインスタンスが作られますよという話をしました。なので、これも同様で、この3つの要素っていうのを、インスタンスを生成してアレイに入れてあげると。そしてメモリも割り当ててあげる。new は、基本的にインスタンス生成とメモリあるいは割り当てを役割を担っている、そんなものになります。なので、ここでアレイというものができたと。で、メモリがしっかり用意されているので、その配列の部分、配列を使う上で、このメモリの部分は使っていいですよというような状態になっているわけですね。で、これも同様ですよと。ここ飛ばしてもいいんですけど、これ今まで使っていた宣言と生成というのを同時に行うというものになります。で、
一応ちょっとまあ先に41分の方を話しましょうか。で、これ何が入ってるかっていうところですね。アレイっていうのは何が入ってるのっていうところと考えると、まあ41分で出力してみると、これ全部0が入ってるんですね。なので実は、まあ、いつも、お話してた時には値の、例えばイント型とか、まあ、ストリングとか、まあ、全ての何か型宣言をするときは初期化をしておかないと、バグの原因になりますよと。初期化をせずに読んでしまうと、バグとして、まあ要は参照できない、イント A だけで、まあ、勝手に変数作ってしまって、それを呼び出してしまうと何が入ってるかっていうのを自分で決めてないので、バグになりますよというエラーが発生しますよという話をしましたけど、配列に関しては自分で指定しなくてももう0を作ってくれるんですね。このインスタンス生成の時点で自動で0を割り当ててくれるというところで、まあ、こういった初期化が自動でなっているっていうのが、まあ、配列の特徴になります。なので、まあ、配列っていうのはちょっと普通の、普通の変数の時とちょっと違うというような感じになりますね。で、あとポイントとして、こうまとめていつも使ってるんですけど、まあ、要は、宣言部分と、こっちのインスタンス生成メモリアでやってる部分を同時にやっているっていうのがいつも通りなんですけど、この形にすると分かると思うんですけど、このイント括弧っていうのが2回出てきますよね。これって、まあ、要は、インスタンス生成用で使ってるのと、こっちの、宣言用で使ってるんですけど、要はこの形だと今まで言ったように型推定っていうのが使えます。この C シャープ初級で1回ですかね、1回か2回かでお話したように、型推定っていうのが使えるので、こう VAR、VAR という文字を使うことによって、こっちで、まあ、アレイ2っていうのが、まあ、イント型の参考の要素という方は配列であることが分かるので、推定ができるというような使い方もできます。はい、ということで今回は配列についてお話ししました。で、まあ、重要なポイントとしては、このように宣言部分と、インスタンス生成メモリアで割り当てを行うことによって配列というのは作られますよと、そういった部分を覚えていただくといいかなと思います。で、あと、まあ、メモリの構造がちょっと違うので、しっかりメモリを割り当てるっていうのが配列では必要になってくるということを、まあ、覚えてください。で、あと、まあ、こういった感じで、宣言と生成を同時にやる場合は型推定も使えますよという部分、あと、まあ、最後に、まあ、一応インスタンス生成メモリ割り当てという、まあ、手順を踏んでいるので、まあ、この部分で初期化も実はしてくれてますよと、配列は初期化もしてくれてますよということを、まあ、覚えていただくといいかなと思います。はい、ということで今回は配列プラスアルファについてお話ししました。今回ちょっと短かったですけど、まあ、覚えておくと配列は使うときに使いやすくなりますので、ぜひ覚えておいていただくといいかなと思います。それでは今回もご視聴いただきありがとうございました。